めにやったらこれか。物心つく前からバスケットボールに触れ、大人に混じりストリートでずっとプレイしてきた。ボールハンドリングプラス天性のスピード、自由奔放なバスケットスタイル。ドリブルもシュートも青峰の動きにかなわない。無限ゆえにディフェンス不可能、アンストッパブルスコアだ。それが奇跡の世代のエース青峰大輝。強引通り越してめちゃくちゃだ。こいつのバスケはセオリーが全く通じない。アメリカでずっと見てきたストリートのバスケだ。俺のバスケは仲間を頼るようにはできてねえ。私はもう探してるわけじゃねえんだよ。今まで青峰とやった奴はみんな才能の差に諦めるか呆然とするか。あいつが一番バスケが好きなんです。すっげえ青峰、ひとりだけぶつけてる。こんなの誰も止めらんねえよ。誰が相手でも青峰は負けん。今までの倍は速い。かといって青峰の速さは動き出しを見てから反応してついていけるものではない。仮にタイミングを読み切って止めるのはしない。いつからだろうか、試合の日の朝あくびしながら家を出るようになったのは。いつからだろうか、勝っても何も感じなくなったのは。俺の欲しいものは絶対見つかんねえ。俺に勝てるのは俺だけだ。